あ、じいちゃんの顔入れようってなって、とおばあちゃんとかフィリピンにいる親戚に連絡して、おじいちゃんの一番綺麗な顔写真のやつ送れっつって、一緒にこの墓場までこのまま行けるんで、変えられないし消せないし、そこが素敵なとこかなと思います。 GQ ジャパンご覧の皆さん、こんにちは、モニホースです。タトゥーツアー、今日は俺の人生のために刻まれたタトゥーたちを紹介していきたいので、よろしくお願いします。 Let's go。 10代後半ぐらいの頃に先輩が誕生日プレゼント何がいいと言ってきたんで、あ、じゃあタトゥーでお願いしますつって、プレゼントで入れてもらいましたね。2個あるんですよ。この首のビリーブが一番最初で、俺を見てるファンにも信じてもらいたいし、俺を信じろっていうことで入れました。結構緊張したっすけど、10分ぐらいで終わりましたね。あ、もういいっすか。で、掘ってくれた人も赤羽の人で地元が一緒でっていうので行きました。で、もう一個が今もつながっちゃってるんですけど、前まで七部だったんです。このバボリが金魚なんですけど、これもプレゼントで入れてもらいました。これも同じ時期ですね。同じタトゥースタジオで別のボリシさん、ガンスミスプロダクションっていうのがあって、まあ敬礼ってことですね。それは何か所属してたクルー？そうですね、最初ガンスミスに所属してて、まあ、そこにコウ君とかもいるんですけど、そこのことです。 GSP 指先はこうコウ君が彫ったんですけど、420めちゃくちゃ痛かったです。すげえ腫れました。いや、コウ君の夢が彫り師だったらしくて、そういえばなんか実家帰ったらタトゥーマシン見つけたって言い出して、でその時一緒に住んでたんですけど、めっちゃ久々に見つけたから、ちょもうにやらしてよみたいな、いいよっつって、それでずっとやってましたね。これとかもやってもらいました。北区のマーク、北区行ったらあると思うんですけど、これ桜のマークで、これもそうだし、これもそうっす。コークに入れてもらったら結構いろいろあります。普通に先輩後輩の関係で地元のって感じですけど、ラップ教えてくれっつって、おいよってなって、もうそういう関係ですね。今でもそういう関係です。今の親父じゃなくて、フィリピンに行った時の親父が、知り合いにタトゥーアーティストいて、お父さんがそこ毎回行くんですよ。で、俺も連れられて行くわけで、もう多分本当クソガキですよ。目の前でずっと見てて、ずっとですよ。そのお父さんとも別れたけど、お父さん変わってもめっちゃ入ってる人来て、お母さん再婚した人、おーみたいな。で、めっちゃ入れるんですよ。俺もそれついていくんですよ。全部見てるわ、かっけーみたいな。いつか俺も入れるってなった。お父さんもなんか腰ら辺になんかトライバー入れてて、それ間近で見てたんですよ。お父さんずっと痛ぇって言ってて、そこで決心しました、ね。こんな痛ぇ思いしてまで入れんだってなって、入れようってなった。最初ぶち切れたんですけど、どん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 揺れるうちに何も言われなくなっちゃって、でこの間実家帰ってフィリピンのおばあちゃんも来てたんで、久々俺のこと見て、あなた体新聞紙みたいやなって言われました。もっともっとなるよって言っておきました。親父半分トライバルなんですよ、こっちが。でこっちワボリなんですよ。意味わかんねえと思って、いいじゃんそれっつって、俺も真似てみるっつって、ヨーボリでこっちワボリなんですよ。最終的につなげますけど、全部ワボリがワボリにつながるんです。かっこいいしカラフルだし、重いですね。一緒にこの墓場までこのまま行けるんで、そこが素敵なとこかなと思います。変えられないし消せないし、じいちゃんですね。なんでおじいちゃんの顔を踊ったんですか？おじいちゃんが2年前ぐらいに死んじゃって、ガンで。で、フィリピン帰りたかったんですけど、ちょっと事情があって帰れず、コロナもあって、なんかできることないかなって言った時に、おばあちゃんとかフィリピンにいる親戚に連絡して、おじいちゃんの一番綺麗な顔写真のやつ送れっつって、で、これ入れてもらいました。おーってなってましたね、みんな。なんて書いてあるのとか言われたんで、ちょっとスクリプトなんで、生年月日と死んだ日書いといたよっつって、で、バラ周りにいっぱいやったからっつって、もう背中っすね、バックっすね。もう明らか違うんで、もう毎回ワンセッションワンセッションがすっごいいいっすよ。もう長っみたいな、
スジ掘りまず5時間半ですね。あ、でも早いんじゃない？めちゃくちゃ早いんですよ、掘り師が。はい。で、まあ、そこから月1で通って7回ぐらいで終わりました、ね。掘り師さんが何色がいいって言うから、あーっつって、じゃあ見たことない色選んでいいですかっつって、紫見たことないんで、あー面白いやんそれやろやーって思って、本とか置いてあるじゃないですか、和彫りのバクだけやっぱずっとなんかかっけえなと思って、意味とか見てたら夢を食うって書いてあったんで、悪夢を食べるみたいな、悪夢俺見たくないんで、そうじゃあ入れちゃおうっつって。掘り師に聞きますね俺。例えばこれとかもそうなんですけど、ナマズってどんな意味があるんですかって聞いたら、まあ、大黒柱みたいな、カエルもいるしお金が返ってくるとか、そういう縁起物ばっかですね言ったら。背中掘ってる堀博さん、神戸の堀博さんがいるんですけど、もう月一で神戸からこっち来てくれたり、俺が関西行ったら俺が会いに行ったりとか、そういうのでちょいちょい入れてもらってますね。ケムシ君っていう人がいて、ラッパーで同業者で神戸の人で、洋服屋さんを作ったっつって、その洋服屋さんの向かいに建てるスタジオがある、ちょっと遊び行きたいですって遊び行って、でそのケムシ君が入れてたんですよね、その堀博さんに入れてもらって竜を、ですごいかっけーってなって、俺も入れたいですみたいなんで、ケムシ君が紹介してくれて、どんなん入れたいみたいなって言われて、最初も言ったんですけど、最初七部だったんでここなかったんですよ、これ全部博さんです、ここから全部ヒロシです、堀ヒロシです。ここ全くなかったんですよ、俺。めっちゃ空いてたんですよ、ここ。ここも全部ヒロシさんですね、ほとんどが。前、イエンタウンで出した T シャツがあるんですけど、T シャツのデザインをそのままここに。街並みのところ？そうですね、東京タワーと、新宿都庁と、スカイツリーと、109のところが円になってるんです。そうですね、一応、そのヒロシさんに会いに行くついでに、都度で、いや、こうしましょうねみたいな。例えばさっきの背中のバッグとかも、額みたいな風景を入れようかってなって、で、両足とつなげて、どうしてもヒロシさんが夢があるらしくて、ふんどし着た俺を全身バーッつって、ヒロシさん前で座ってる、写真がどうしても欲しいらしくて、叶えますつって、みんな逃げるからって言うんで、じゃあ俺頑張りますよつって頑張って、あ、頼むでって、俺その写真だけ欲しいからつって、今頑張ってます。我々はだから、そういう遊園地だったりプールだったり温泉だったり行きたい人間なんで、許してください、頼みます。日本、フィリピンでも普通ですよ、 何にももう入ったようなんだろうが、普通に働いてます、みんな何とも思ってますね。もうファッションの一つって感じです。俺のタトゥーいかがだったでしょうか。いろんな人生歩んできたんでこうなりました。タトゥーツアーモーニングスでした。また会いましょう。バイバイ。